身近な人が突然、いつもと違う行動をとったら、あなたはどう思いますか？例えば突然花束を買ってきたり、普段は作らない料理を作ったり、サプライズ？それとも何かやましいことをしたのか？怪しいと思っちゃいますよね。今回はいつもと違う夫の行動を怪しいと思った一輝と娘によって、浮気夫にとんでもない天罰が下るお話です。娘の誕生日に準備した夫の料理が怪しいので、娘がこっそり取り替えた結果、夫が娘の運動会をドタキャンした。めっちゃムカついたので愚痴ります。娘ちゃんかわいそす。ドタキャンの理由は？運動会の日程なんて、だいぶ前からわかってるはずだから、仕事だって調整できるはず。事情があるならムカつかないよね。ドタキャンの理由がクソってこと？週明けの会議の資料が間に合わないから休日出勤する、という理由でした。土曜は娘の運動会に行って、日曜に出勤したらどうかと言ったんですが、日曜に仕事したら6日連続勤務になるし、のんびりする時間も欲しい、だって。娘がリレーの選手に選ばれて、頑張るから、絶対に見に来てって言ってたのに、運動会なんて年に1回しかないし、娘が一生懸命頑張る姿を、見に行こうって思うのが親じゃない？って考えはおかしいのかな？全然おかしくない。っていうか、土曜に仕事しても6日連続勤務ですけど、もともと子供の行事に付き合わない旦那なら、期待しても無駄だと思うよ。うちの旦那は面倒がって、子供の行事にほぼ参加せず、変わることはなかったよ。夫は仕事が忙しいと言って、1年ほど前から娘との約束をドタキャンするようになった。残業になった、休日出勤になったと言われたら、娘は我慢するしかないわけで。だから直前に行けないと言われた娘は、これまでの溜まりに溜まった不満が爆発し、お仕事忙しくても、運動会だけは絶対に来て欲しかった。応援しに来るって約束してたじゃん、パパの嘘つき。とついに今回ギャン泣きしていた。どうして夫は変わってしまったんだろう。一年ほど前に何かあったのか。突然変わったというのが怪しい。本当に仕事が忙しい可能性もなきにしもだが、それ以外となると浮気しか思いつかんよ。以前は子供の行事に参加してたってこと？その頃のこと知りたい。過去の話も詳しく頼む。もともと夫は娘を溺愛していた。夫は娘の出産に立ち会ったんだけど、生まれたてほやほやのシワシワフェイスで、ギャン泣きする娘を見て、天使が生まれてきたよ。と、涙を流していた。つまり、娘が生まれた瞬間から娘ラブだった。幼稚園の時は、親子遠足や発表会にも参加していて、ママ友からも羨ましがられたよ。それが、今から1年前。ちょうど娘が小学校に上がったくらいから様子が変わったんだ。夫の帰宅は娘の夕食時間のずっと後になってしまうので、夫は朝食の時に、娘から前日の出来事を聞くのを楽しみにしていたのに、残業が増えた夫は出勤ギリギリに起きることが多くなり、ほぼ朝食抜きになった。たまに早く起きても、朝食中はスマホを見ていて、娘の話にはそら返事するだけ。休みの日には二人でゲームをしたり、公園に出かけたりしていたのに、休日出勤したり、家にいても仕事で疲れてるからとゴロゴロしたり、スマホでゲームしたり、とにかく娘に関わろうとしなくなった。そんな夫に対して、娘は、寂しいけど、それよりもお仕事で忙しいパパの体が心配だよ。って言ってたんだけど、運動会のドタキャンは腹に据えかねたようで、ギャン泣きに至った。娘ちゃん、まさに天使、俺だったらこんないい娘、構え倒すわ。子供にも小一の壁があるの知らないの？環境がガラッと変わってストレスフル。それに加えて、大好きなパパが構ってくれないって、子供には辛すぎ。ここで言う子供の小一の壁とは、保育士にお世話されて自由に過ごせる保育園から、小学校に入って、子供だけで登下校したり、4から5時間勉強する、座っている時間の増加、など、環境が大きく変化するってこと、新しい環境に慣れるのって大変だもんね。ギャン泣きの娘を見て、夫は反省したのか。ごめんな。その代わり、今度の娘ちゃんの誕生日は早く帰ってきてお祝いするからさ。と、提案して、それを聞いた娘は泣き止んで、絶対、約束だからね。と、指切り幻漫してた。はぁ、愚痴ったらすっきりした。娘の誕生日がどうなるかわからないけど、終わったら報告しに来るね。天使ちゃんのためにも、いい報告であることを願っとく。夫と娘の関係変化に悩む一致だったが、この後、事態は思わぬ方向に進んでいく。一致です。娘の誕生日はまだなんだけど、相談というか報告したいことが出てきた。夫が浮気してるかもしれない。なんでしょう。やっぱり浮気か。家庭的な夫が急に冷たくなるイコール、浮気。これテストに出ます。娘より女を優先する男は、天使ちゃんの害にしかならん、即して、こういう展開を待ってました。具体的に聞かせろください。
最近娘の友達が盲腸で入院してたんだけど、娘がお見舞いに行きたいって言うから、学校が終わってから二人でお見舞いに行って、帰る前にトイレに寄ったんだ。で、先にトイレを済ませた娘が、トイレの前で私を待ってる時に、少し離れたところを、夫が女の人と仲良さそうに話しながら歩いているのを見たんだって。どんな人だったか詳しく聞いてみると、ワンピースを着ていてスタイルが良くて、髪は胸くらいのロングストレートヘア。顔はよく見えなかったらしい。で、その日の夜に今日病院に行った?って夫に聞いたら、行ってないって言うわけ。娘が見かけたって言ってたよ、と言うと。ああ、そういえば外回りの途中で同僚の見舞いに寄ったんだった。忘れてた。と少し焦った感じになって、その後も。仕事のストレスで、胃潰瘍が悪化したらしくて検査入院してるんだよ。とか。外回りの途中だったから、後輩の女の子も一緒だったから、娘が見たのはその後輩かな?とか、聞いてないことをベラベラ話してきた。黒です。夫は真っ黒黒助です。ハゲドー、後ろめたいから隠そうとしたくせに、嘘でごまかそうとするの見え見えだな。やっぱりそう思う?怪しいと思う気持ちでいっぱいだけど、浮気してないって信じたい自分もいる。だから本当に浮気してるのか、ネットに載ってるいろんな方法で調べてみるつもり。調査会社に調べてもらえば早いだろうけど、高そうなので最終手段にしておこうと思う。なんかわかったらすぐに報告するね。そう書いてスレを離れた一致。果たして夫は白黒どっちだったのか?久しぶりです。娘が夫の浮気を見たかもしれないと、相談してた一致です。いろいろ判明したことを、また愚痴らせてください。おかえり、娘ちゃんの誕生日と夫の浮気、どっちの報告かな?誕生日と浮気、両方まとめての報告です。実はあれから怒涛の展開があって、順番に話してくね。まず、夫の様子が怪しくなった。病院で女性といるのを見たと話してから、夫が娘との関わりを持つようになった。残業や休日出勤は相変わらず続いてたけど、娘と一緒に朝食を食べるようになって、以前のように、娘の前日の出来事を聞くようになった。娘は喜んでいたけど、急に家族サービスをするなんて嬉しいよりも怪しいでしょ。そして娘の誕生日の前日、明日夕方から打ち合わせが入ったから、誕生会に間に合わないから、これ。と、白系の可愛い花束を持ち帰ってきた。しかも枯れないようにと花瓶に飾っていた。私にも娘にも、今まで一度も花をくれたことのない夫が、どうした?って思うよね。急に態度変えるのは怪しすぎだろ。怪しまれても、何かせずにはいられないのか?結局、娘の誕生会もドタキャンかよ。会社でめちゃくちゃ仕事できない男なのか。例のごとく、浮気相手とのイチャコラを選んだか。しかも、娘の誕生日当日、起きると冷蔵庫にポテトサラダが作ってあった。夫は娘に、今日は仕事で遅くなるから、誕生会には間に合わないんだ。ごめんな。その代わり、はいこれ。と、花瓶の花束を娘の前に置いて、冷蔵庫にはお前の大好きなポテトサラダを作っておいたから、ママと二人で食べてな。と説明した。娘はありがとうと言っていたけど、夫が出勤してから、また約束破られちゃった。と悲しそうだった。しかも、冷蔵庫のポテトサラダには、娘の大嫌いな紫玉ねぎが入っていて。ポテサラは好きだけど、どうして私の大嫌いな紫玉ねぎ入れたのかな?食べられないよ。と、さらにブルーになっていく娘。料理が得意なわけでもない夫が、どうして突然ポテトサラダを作ったんだろう?しかも、娘が紫玉ねぎを嫌いなのは夫も知ってるはず。本当に夫が作ったのかな?怪しすぎるポテトサラダ、この時はなんとなく食べない方がいいと思ったんだよね。きっとこういうのを女の勘っていうのかな?女というより母親の勘っていうのか?うまく言葉にできないけど、なんか違和感を感じちゃってそわそわする感じ。女の勘も母親の勘も大体当たるもんだ。こういう時は自分の直感を信じるべし。一致の言う通り、食べない方がいい?食べたふりしとけわかんないよ。で、ポテサラを食べなくても娘が罪悪感を感じないように考えて、パパが作ってくれたポテサラだけど、嫌いなものを無理して食べることはないよ。パパの気持ちだけ受け取っておこうね。と言うと、娘はほっとしたようだった。しかし、でも、食べてなかったらパパ、悲しまない?と、心配したので。だから、ポテサラでコロッケを作って、明日のお弁当に入れるのはどうかな?ポテサラは無駄にならないし、娘ちゃんが作ったコロッケならパパをお喜びするよ。それ、いいね。パパにサプライズ返しだね。ノリノリで賛成する娘と、今晩コロッケを作る約束をすると、元気に投稿していった。一致ナイス。怪しいポテサラは、作った本人に食べてもらうのが一番、毒にしてもらいましょう。でしょ?我ながらいい考えだと思った。何もなければそれでいい。浮気の後ろめたさで急に家族サービスしてるのであれば、それに対する制裁を、きっちりしてやるまでだ。
どちらにしても、夫の企みを暴く必要がありそうだから、夫のポテサラを夫自身に食べさせて、様子を伺うことにしたんだ。浮気がバレたと思ってご機嫌取りしてるんだとしたら、私も絶対に食べたくない。って思いもあったから、私も食べないで済む方法を選んだってのもあるかも。で、話を戻すけど、その日は夫から何度も、ポテサラ、今晩絶対に食べてね。お詫びの気持ちを込めて作ったから、二人で食べてほしい。最近娘に何もしてやれてなかった分、心を込めて作ったからうまいと思う。といった、メッセージがしつこく届いた。浮気がバレたことでご機嫌取りをしてるんだと思ってたが、ここまで執拗に連絡が来ると、いよいよ夫の行動が怪しくなってきた。わかった。二人でちゃんといただくよ。気持ちだけね。とメッセージを返しておいた。そして夕方、娘と二人でポテサラをコロッケにリメイクした後で、娘の好物だけを並べて、娘の誕生日を祝った。食後にバースデーケーキを食べていると、夫から、ポテサラ食べてくれた？とまたもやメッセージが届いた。娘が夫の弁当のために、コロッケにリメイクしたことはサプライズにしたいと言ったので、ごちそうさま、美味しかったって娘ちゃんも言ってるよ。と返すと、今度は電話がかかってきた。もしもし？本当にポテサラ食べた？なんともなかった？うん、いただいたよ。気持ちだけね。どうしてそんなこと聞くの？嘘つく理由なんてないんだけど。ほら、俺、普段料理しないからさ、美味しかったか心配になっちゃって。あ、打ち合わせ再開するから切るな。あまりにも夫の挙動が怪しかったので、食べなくてよかったかも、って思ったよ。普段料理しない奴が料理をプレゼントするって、プレゼントじゃなく罰ゲームだよな。これはもう、食べたら何かあるって、自分で言ってるようなもんでしょ。リメイクしたコロッケを食べた夫が、どうなったのか早く知りたい。夫は結局かなり遅くに帰ってきた。そして冷蔵庫へ直行。どうやら、冷蔵庫の中にポテサラが残っていないかを確認したようで。ポテサラ、なくなってるな。本当に食べたんだ。なんでだ？と、ブツブツ言いながらなぜか不機嫌になった夫。私が、ケーキ残してあるから、食べれたら食べてね。と声をかけると、夫は不機嫌な様子を隠そうともせずに。こんな遅くにケーキなんて食べられるかよ。太らせて成人病にするつもりか？と怒鳴り、そのまま寝室に行ってしまった。そして翌朝、夫は以前のように出社ギリギリまで寝ていた。昨日娘と二人で作ったコロッケは、夫の弁当に入れてあった。娘が夫に弁当を渡して、コロッケは自分の手作りだと伝えたかったようだが、夫は慌てて身支度をして、朝食も食べずに、弁当をカバンに突っ込んで出て行こうとした。慌てて、娘がコロッケのことを話そうとしたけど、あ、パパ、今日のお弁当。今度話聞くから、行ってきます。と、話す暇もなかった。娘は残念がっていて、コロッケのことは自分から話したいから、ママからは絶対に言わないでね。というので、夫にメッセージは送らなかった。それで夫は自分で作ったポテサラを食べたんだな。わっくるわっくる。そして、昼過ぎ。突然、夫の会社から電話がかかってきた。電話に出ると、会社の人が、夫さんが突然倒れて病院に運ばれたと焦っていた。昼休憩から戻って仕事中、突然フラフラしだし、意識を失って痙攣したらしい。え、倒れた？心臓発作？脳卒中？他に突然倒れる病気って何？娘ちゃんまだ小学生だよ。夫が死んだら私一人で育てていける？やばいよ、やばいよ、やばいよー。突然のことにパニックになっていると、電話の向こうで会社の人が何度も、落ち着いてください、と言っているのが、聞こえてきた。どうやら、考えていたことをすべて口に出していたらしい。恥ずかしさで冷静になったので、運ばれた病院を教えてもらい、そこへ向かった。病院に着くと、夫は何度か吐いた後で、胃洗浄しているところだった。そこへ医者がやってきて、ご主人はお弁当を食べた後に倒れたそうです。何らかの中毒症状と考えられます。お弁当は奥さんが作られたんですか？と聞かれた。私の頭にはコロッケが真っ先に浮かんだ。うわぁ、本当に何か入ってた。病院運ばれるほどのものだなんてヤバすぎ。それを娘ちゃんが食べてたらと思うと、こいつはクソ、ついでに脳みそも吐いて死んでしまえ。中毒症状、という言葉にビビりながらも、弁当は自分が作ったこと、弁当には梅干しを乗せたご飯、卵焼き、ほうれん草のナムル、冷凍食品の唐揚げ、そして一昨日の夜に夫が作ったポテサラを、コロッケに、リメイクして入れたことを伝えた。夫はいつも料理しないので、もしかしたらそのポテサラが傷んでたのかも。というと医者は、同じ食材を食べた人は他にいますか？もし残っていたら検査したいので、持ってきてほしい。というので、夫以外誰も食べてないと言い、私は家にある食材を取りに戻った。病院に戻ると、再び医者に話を聞かれた。
ポテサラはご主人が作られて、それをコロッケにしたのは奥さんと娘さんですね。はい、そうです。ご主人はあまり料理されないと言われてましたが、どうしてポテサラを作ったんですか？実は一昨日が娘の誕生日だったんです。けど、夫は仕事でお祝いできないからって、娘の大好きなポテサラを作ったみたいです。だけど娘の嫌いなものが入ってて、気持ちだけいただいて、ポテサラのお返しってことでコロッケにしたんです。けど、まさかお腹壊しちゃうなんて、夫には悪いけど、娘が食べなくてよかった。誕生日に食中毒だなんて、これから毎年思い出しちゃうところでしたよ。夫も慣れないことせずに、スズランの花束渡すだけでよかったのに。そう言った途端、医者が慌てて治療室へ戻って行ったからびっくりしたよ。スズラン、花も葉っぱも根っこも、とにかく全てに有毒成分あり、毒の強さは青酸カリの約15倍。しかも毒の抽出が超簡単。そうなんだよね。スズランの毒がかなりヤバいっていうのは、後で知ったんだけど、夫が買ってきた白系の花束は、霞草など何種類かの白い花も入ってたんだけど、メインの花が、スズランだったんだよね。花束を触った手を、ちゃんと洗わずにポテサラを作ったせいで、スズランの毒が入ったんじゃないか、というのが医者の見立てだったんだけど、実際はそれどころじゃない量の、有毒成分が検出されたそうだ。もしもこれを娘さんが食べていたら、命の危険があったかもしれません。そう言われて、私は背筋が凍る思いがした。ポテサラは娘のために夫が作って、娘と私で食べてって言ってた。つまり、夫は私と娘を殺そうとした？やっぱり夫は浮気してて私たちが邪魔だった？鬼畜、この夫は鬼畜以外の何者でもない。ハゲドウ、浮気で妻子を殺そうとするなんて、万死に値する。コロッケ食べて旦那が死ななかったのが、残念でならないくらいだ。私はともかく、娘に危害を加えようとしたなんて許せん。私は夫への復讐を決意し、家に戻った。娘にはパパはお腹を壊したと説明した。そして翌日、私はまず夫の会社に行き、カバンなどの私物を受け取った。夫が入院したことは連絡済みだったので、迷惑をかけたことを謝りつつ、娘に食べさせる料理から毒が検出されるなんて、本当に信じられません。人間じゃない、と発言しておいたので、会社で噂になること間違いなしだろう。それから病院に戻り、看護師さんに夫のいる病室まで案内してもらった。病室に入ると、夫の手を握って泣いている女性の看護師がいた。彼女は私の顔を見るなり、鬼の形相で近づいてきて、あんたのせいで、夫さんを失うところだったじゃない。バチーン、と、案内してくれた看護師さんもびっくりするような音の、ビンタを私にかましてきた。うおうおう。修羅場の開幕じゃーい。そんなに浮気されたのが許せなかった？だったらさっさと離婚しなさいよ。夫さんは私が看病するから出て行って、うがあ。そう言って夫にすがって泣く女。彼女の怒鳴り声というか泣き声で、病室の前には人が集まり出した。どうやら彼女が夫の浮気相手らしい。娘が見かけた女とも風貌は一致する。プリンは会社の後輩じゃなくて、この病院の看護師だったのか。いきなりの修羅場、ワクワクテカテカ、ワクワクテカテカ。特撮夫とビンタ女の世紀末バカップル、ビンタで先制攻撃するプリンが怖い。ビンタの痛みで冷静になった私は、こいつも一緒に成敗してやろうと思った。ボイスレコーダーアプリを起動してから、私はプリンに話しかけた。失礼ですけど、どちら様ですか？私の夫とはどういう関係ですか？落ち着いた私の声は、プリンの神経を逆なでしたようで、プリンは再び怒鳴り始めた。私は1年前に夫さんと出会って、この間プロポーズされた、婚約者よ。夫さんが命落とすかもしれなかったっていうのに、なんでそんなに冷静なの？子は、夫さんが言ってた通りの鬼嫁、血も涙もないから愛想つかされるわけだ。なのに、私と夫さんが愛し合ってるのが許せなかったわけ？勝手すぎる。夫は私と結婚してるので、あなたが婚約者というのはおかしいですね。は？夫さんは嫁と別れたら結婚しようって言ってたし、プロポーズでしょ？そのセリフ、不倫してる男がよく使う上トークですよね。別れたら結婚しようって言って、嫁が別れてくれない。ってダラダラ付き合うパターン。あなた、完全に騙されてますよ。思い当たる説があったのだろう。プリンは唇を噛みしめ全く反論しなかった。それに、夫が倒れたのは自業自得です。まさか夫が作ったポテサラに、毒が入ってるなんて思わないじゃないですか。だからそのポテサラでコロッケ作った私が悪いんじゃなくて、夫が悪いんですよ。娘と私に毒入りのポテサラを食べさせようとしたクソ男、心配する必要あると思う？心配する必要なあし。情状酌量の余地もなあし。夫としても父親としても勝ちなあし。同意してくれてありがとう。で、プリンなんだけど、
びっくりした顔になったかと思うと、青ざめていったんだよね。ポテサラを、食べた？娘は食べなかったの？そうつぶやいたのを私は聞き逃さなかった。ボイスレコーダーでも録音されてた。ちょうどその時、夫が目を覚まして、プリンは夫に抱きついて再び泣き出した。夫さん、よかった、もう死んじゃうんじゃないかと思った。プリンちゃんを置いていくわけないだろ。夫は私に気づいてなくて、二人してロミジュリカしてた。アホらし。はぁ、妻の前で堂々と不倫相手とイチャつくなんて、どういう神経してるの？イッチ？あ、ポテサラコロッケ食べて、頭までおかしくなっちゃった。私の言葉に慌ててプリンと体を離した夫は私に怒りをぶつけてきた。イッチ、お前弁当に何入れたんだよ。ポテサラコロッケって何のことだよ？私はポテサラコロッケの種明かしをすると。は？おい、ふざけんな、イッチ、食べたって嘘ついたのかよ。と怒鳴る夫。しかしこれは想定内だったので言い返した。食べたなんて言ってないよ。気持ちだけ、いただいたって言ってたんだよ。何へりくつ言ってんだよ。バカにすんな。バカにしてないよ。軽蔑してるだけ。だいたいね、ポテサラに娘の嫌いな、紫玉ねぎ入れるなんておかしいでしょ。しかも毒入りだなんて、娘と私が食べたらどうなってたと思ってるの？警察に被害届け出すから、覚悟しときなよ。私の怒りを感じてひるむ夫だったけど、しぶとく反論してきた。被害者は俺だぞ。だったら、自分で作った毒入りポテサラを食べて倒れたって被害届けでしたら、何の被害だかわかんないけどね。黙り込む夫とプリンを尻目に、私は夫に離婚を告げ、夫のカバンから家の鍵を抜き取り、二度とうちの敷居はまたがせないから、娘にも会わせないから、と宣言して病室を後にした。一致おつ、抜かりなく、録音までする手際の良さに拍手。その調子でさっさと離婚して、娘をバカ夫から守ってあげて。娘のためにも、慰謝料はがっぽりいただけよ。その後、私は被害届を提出した。残念ながら、ポテサラではなくコロッケの状態の証拠品しかなかったため、いつスズランの毒が入ったのかを、はっきりさせることが難しいため不起訴となった。しかし、事情聴取のおかげで、ポテサラ殺人計画の発案がプリンだったことが分かった。しかも、作ったのも夫ではなくプリンだった。だから娘の嫌いな紫玉ねぎが入ってたのだ。プリンに好き嫌いを知られていなかったのが、不幸中の幸いと言える。この情報と録音を武器に、夫とプリンそれぞれに慰謝料を請求した。こちらは希望通りもらえそう。二人のその後はというと、プリンは職場で修羅場を繰り広げたことで、不倫相手の子供を殺そうとした女と、ということが一瞬にして広まった。子供を毒殺するような看護師が、病院で働き続けられるわけもなく、速攻でクビになったそうだ。夫の会社で私の発言から噂が広まり、夫は居心地が悪いらしいが我慢しているみたい。慰謝料と養育費、しっかりがっぽりいただくことにした。仕事は辞められたら困る。私と娘は引っ越しをして心機一転。親子二人で頑張っていこうと思う。浮気相手と結婚するために娘や妻に毒入りの料理を作った夫だったが、自分が食べて苦しむ羽目になってしまった。自業自得、という言葉がこの夫にはぴったりですね。今回の夫のように、自分で作った罠に自分がハマってしまったというお話が、身近であったよ、という方がいらしたら、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは、女性の身近に潜む問題を、スカッと解決する話を配信しています。スカッとしたい方は、チャンネル登録で次の動画もお見逃しなく。ひよこみんのつぶやき。今回のお話で出てきたスズランの他にも、身近な花で毒のあるものがあるっぴ。水仙やスノーフレークの葉はニラに似てるから、よく間違えて食べられる事故があるっぴ。